洋平ちゃんは、まあ、普通に俺が多分間に合わなかったと思う。救助したけど間に合わなかったってことでね、うん、地下から出ようとしなかったもんね、あいつ。洋平ちゃんちょっとわからなかったわ。ピエロやん、しかもピエロですわ、みんな。ピエロですえ、ピエロや。早速解読していこう。もうここ来たらもう俺死ぬからね。逃げるとこないからね。イモった方がいいか。いや、いっか、うん、ボールいっぱいあるし。ハンター近くにいる。あ、うわ、トホピエロ気持ち悪い。トホピエロやで、みんな。トホピエロ、チケットありがとうございます。引きこもりテイフジョー君。トフピエロはきついな。いや、まだ分からんよ。うわ、もったいねー、その銃は。もったいないねー。興奮使っていなしてそのまま食らったと。見事に読まれましたね。はい、ここで鬼没じゃないピエロの相手にどんだけチェイスできるか見せどころですね。まあ、でも空軍ちゃんが即死しても、あの、ゲッシャン救助行ってください。よろしくお願いします。ゲッシャンよろしくお願いします。救助よろしくお願いします。いいね。やっぱ思ったんだよ、あの、義士がさ、ハンターにいるってのは。義士のやつらってね、結構ね、信用しただけでも近くいるってね、あの、被害妄想がひどいからさ、その人ら。おっさんってのはそういうもんやからさ、社会に守られて、ね、仕事でね、いぶられて。60番チェス、ナイスー。中身おっさん。メルちゃんですっていうおっさんですわ。ナイスチェス、ここがね、違うところですわな。ね。5万も取ってねえんじゃないの、このピエロ。5万取ってないわ。うん、5万じゃないピエロですね。ということは閉鎖空間と上と右ですね。5万ないでしょ。5万取ってたっけ。ごめんけど俺空軍8割救助するよ。ごめんけど。あー、出しゃばれ。騎士出しゃばってきた。助けに行くって。じゃあもうやめます。はい、あ、しかもちょうど俺やん。俺、義士の信じていいね、義士助けに行くって言うんで。よろしくー。あの、1台丸ごと空いてないんですよ、1台。どれ ?1 個残りがあるはずなんですよ。あれ、義士あそこやってたんか。
ちょ行ってみるわ。ゆずまる君救助された、どっか行ってね。見とこ、あいつの勇姿、あいつの勇姿見とこ。やめられないよオフェス。ふやめられないよ。わ、この台じゃなかった、わかんねえもう俺、どの台かわかんねえわ。1台新規、下車の人形が奥にあるんかな、ど真ん中かな。もうなんかあんなじれったいことしよったらさ、もう俺行っちゃうって。あんなじれったいことされたら俺もう行くしかないよタックルねえ。え、また俺やん、また俺やん。俺こう立って動かんからな、俺救助行くかんね、救助行くかんね俺。はい、ピピピピピュー、ピピュー、はい、椅子に当たれ、椅子に当たれ、椅子に当たれ、椅子、うわぁ、ほほほほ、バカかお前、バカかお前。はい、向け付け、うじょーん、やめて。え、攻撃せんのや俺を。え、なんか当たってる相手がちょっとなんか非常にレベルの格が違うような気がしますね。俺に追いついてこれってなーいなーい。もう一回救助行くぜベイビー、任せろ。ケロ立ってるね、先行くだって。ええ、何これ気持ち悪い、気持ち悪い、あー気持ち悪い、勝てたのに残酷。もう気持ち悪いって言ったらもうフェリアさんに睨まれたわ。ひどい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 よー、めっちゃくちゃひどいよー、勝てたのに。よーイエース、なんだこれは、なかなかだねー。あ、空軍はあれ超高士ちゃんか、あの引き止めるもったいんじゃないね、興奮さっき使ったし。引き止めるないでしょ、ちょっと確かめていい、引き止める取ってるかどうか見たい。待つわ来るまで待つわ。あの上右っていう予想を駆使してるから俺。お前持ってんの、おめえ持ってる、おい持ってる、お前持ってないじゃんお前持ってない、持ってないやん、え持ってないよお前バイバイ、持ってないやっぱ、やっぱ上右やなね、そうやろ。違う、女王が来たらね、ジュジュほんまに無理やから、また調香師ちゃんの方がいいんすよ、調香師ちゃんの方がいいんすわ。オフェンスやるわ、ここハンター来るんで。うんねほらな、な言ったやろ、うん、ここハンター来るんで。な、何この袋、この袋やな、この袋やな、この袋やな。よかった、ヘッドホンとかしてるハンターだったらさ、それ聞きつけてくるわ。オフェンスやめてさ、あ、そすぐあそこの壁の曲がり角にあの袋が待ってるから、あ誰かおるわってことでオフェンスやめるもんな。はい、ナイス、ギズネズン、ファンタスティック。あーね、長年やるとね、ほんまにね、経験でわかるよね、ハンター来るんでって言った瞬間にさね、オフェンスハンター近くにいるやもんね。うん、ほんまこれ大切やね、ほんま大切やな。傭兵に行きましたね、ね、超高時楽々、はい、回避しましたね。ファチェもらえない立ち回りしてるかもしれない俺。うん、結構すぐあそこ解読するしな。今日孫悟飯とあのビーデルがね、あの一緒にね、飛行船みたいなの乗って天下寺武道会に向けて今ね、ちょっとなんかやってるわ。ちょっとね進んじゃったね。うん、面白くてさ、もう5点がね、もうあんな幼いのに5点とトランクスがね、もうスーペーサイヤ人になれるっていう、もう天才やもんな。ベジータさんのね名言、
まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだなみたいな言ってたわ。バーゲンセールですわ、スーパーサイヤ人の。ニョルニョルか。あ、傭兵やってたんや、全然見てなかった。お前ニョルニョルの下でお前ずっと解読してんの。傭兵って傭兵大変だぞあれ。ニョルニョルの下でいつ終わる。もうそろそろいけそう。音的にはもう結構いい感じなんやけど、またニョニョなんだ。どこ？どこどこどこ？あった。これ占い師の引き継ぎですね。はい。これ傭兵まだ上がってないで、あれまだ上がってないよ。あそこだったらそんな急いで救助いかんでしょう。終わらしてないし傭兵だって。終わったのオフェンスのやん。傭兵もオフェンスも移動中。はい。傭兵結局終わらせませんでしたねあそこ。引き継ぎの方が大事なんで、傭兵のね、あのニョニョニョあってもちょっと終わらせましょうか。頑張って。オッケー、なんとか剥がしてくれました。オッケー、ナイス。でオフェンスがねあそこら辺解読してるんで、これ終わらせたらオフェンスの方に行きます。で占い師がちょっと気使ってあそこに行かないようにしてほしいな。そうそうそう、君の最後の仕事さ、そうニョニョニョ外すことやで。うん。しかしながら、しかしながらまた沖に来るんで、うん、痛手にはならないですね。オフェンスの方角をねしっかり分かる。分かった分かった。はい、強ポジですね。はい、ニョルニョル残念。イエース。ええ、オフェンス最初からここ解読するのやめたんや。もうがんばれる、いける、残り20秒。クワ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 ク、ダッシュ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 、ルル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 ルユースマル君、触るんやで。触るんやで、あいつを。触るんやで。よろしく。触るんやで。触るんやで、触るんやで、触るんやで、触るんやで。触れ、触れ、触れなーい。傭兵が気が気が。うーおー。パラパラパラピー、パッパッパラポー。パッパッパラポー。パラパラピー、パッパッパラポー。傭兵が気気がんなー。俺くらいのレベルになると、ほんまにね、あと何割か分かるんですよ。うん、傭兵はねあそこで判断してすぐね近く行って触るなりなんなりねしてくれんと無理っすわね。こっちに来ても意味ないからさ。な、さすが9割負けですよこれ。本当にそうだよ。場面のその暗号機の解読の進捗ね把握できない。触れ、チェス中ですね。行きましょう、向こうのゲートも開けましょう。オフェンス診断、食らってから行こうかな。はいはいはい。外さないで外さに外さないで。あれ傭兵があそこで何してんだ。いけるか、救助行くよ傭兵。救助行っちゃって。え、カラス待った。え、ハンターの近くにいたわけでもない。膝でめっちゃ